皆さんこんにちは、伊達市秘書広報課の佐藤義隆と申します。今日のいない伊達なんですけれども、長らく皆さんにお付き合いいただいてました、あの阿武隈急行編のいない伊達の最終回でございます。今日はですね、富野駅から兜駅の方までちょっと行ってみたいと思いますので、今日も一日よろしくお願いいたしま す, です、ね、どこに行こうかなと思ったんですけれども、こちらご覧ください。岩よけ不動尊っていうのがどうやら近くにあるようですので、ちょっとそこまでまずは行ってみたいと思います。それでは行ってきます。はい、ではそれではまずは富野駅周辺からブラブラしていきたいと思います。今日はですね、なんと私の心のお供と言うべきか、本当に戦友が来ていただいているんですけれども、どこにいるんでしょうか。こんにちは、同じ秘書広報課の杉原と申します。今日はよろしくお願いします。なんだかですね、いいない伊達の動画で撮らせていただいて、ね、やっと同じ区画に入ることができましたね。嬉しいです。ああね、最後の2駅と聞いてきたので来ました。今日はこの2人で頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。行ってみます。行こう行こう。はい、じゃあ富野駅からですね、ちょっと歩いてきて、こちら、岩よけ合格祈願不動尊の看板のところまで来ました。じゃあ矢印こっちなので行ってみたいと思います。行きます。はい、行きましょう。髪切ってくればよかった。こけないでね。あの地面がすごい苔むしてるので、あのつるんって言ったら、お、うまいこと言った。苔だけに、あ、苔、あ、こけないように。楽しいね。楽しいね。はい、後ろ気をつけて、階段だよ、階段だよ。はい、頑張って、頑張って、頑張って、頑張れ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 。はい、こけないように、こけだけに。おお。はい、こちゃー。すごーい。はい。はい、不動堂に着きました。じゃあ、金原くん、ちょっと調べてきたので申し上げますよ。はい、不動堂はですね、平安時代中期の、高僧慈覚大師円仁さんが作ったすごい、あの仏像を安置したのが始まりだそうです。で、現在お堂は、18世紀中頃に再建されたものがこれのようです。はい、で、不入の岩よけ不動合格不動として今も皆様に親しまれているそうです。はい、すごい。はい、場面変わりまして、兜駅周辺までやってまいりました。じゃじゃん、カルパネ岩までやってまいりました。でですね、そこにですね、あの久岳神社っていう神社がありまして、その先に奥の院があるようでございますので、ちょっとそちらの方まで行ってみたいと思います。じゃあ行ってみましょう。おお、大自然。杉原くん、いろんなことがあったね。いろんなことありました ね。楽しかったですよね、いろんな人にたくさん出てもらって。そう、
本当にもういろんな場所にも行けたし、本当いろんな人に話を聞けたのですごい楽しかった。スケボーにも乗ったしね。ありましたね、そんなこと。そう、上穂原駅の時にね、吉高くんは桜を咲かすことができるんだって動画を見て初めて知ったよ。あ、希望の森公園前駅ですね。そうそうそう、あのちょっとあれは私のちょっとあの秘めたパワーをちょっと解放してしまったので。秘めたパワー、はい、あれ重原くんだってワープできたじゃん。ああ、穂原駅ね、そう、イルミネーションを見にワープしたじゃん。初めてやったらなんかできた。ね、いろんなことがあったね、本当に。ね、楽しかったです本当に。ね、本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ゴール。ゴール。お疲れ様でした。お疲れ様でした。10駅巡りましたね。いやー、回りましたね。お疲れ様でした。本当に本当に。吉高くんいつものやるんでしょ。いつもの、いつもの締めを。あ、はい、ちょっと最後のちょっとじゃあ行ってきます。はい、お願いします。はい、兜駅のホームに着きました。今回の稲井舘、皆さんいかがだったでしょうか。あの今回で、阿武隈急行編の稲井舘、あの残念ながら最終回なんですけれども、あのこれからも、稲井舘としての企画は続いていきますので、またどこかでお会いできれば私も嬉しいです。ぜひあの阿武隈急行に乗っていろんな場所にお出かけしてみてください。それでは皆さん、バイバイ。